にはゼリー系のデザートが作りたくなるけど、ゼラチンの扱いが難しくて不安だな。固まらないことが結構あるんだけど、どうしてだろう。熱さん、それは前回の成果理論で勉強しましたよね。あ、そうでした先生。でも結構覚えることが多くて、ゼラチンってなかなか難しいです。ゼリーを作る時のポイントはこんな感じです。ゼラチンの量は正確ですか？水分の少なくとも 2% くらいはないとプルンとした硬さにはなりません。ゼラチンを入れてから沸騰させてしまったということはないですか？ゼラチンは高温にしすぎるとタンパク質が変性してしまい、凝固力は低下します。火を止めてから入れましょう。パイナップルやキウイ、パパイヤ、イチジクなどのフルーツを生のままで固めようとしていませんか？このようなフルーツはタンパク質を分解してしまう酵素を持っています。ゼラチンもタンパク質からできています。なので分解されてしまい、凝固力がなくなってしまうというわけです。そんな時はフルーツをシロップで煮るなど火を入れてしまえば大丈夫です。火を入れることでタンパク質分解酵素は失活します。ゼラチンのダマができていませんか？ゼラチンを混ぜ合わせるときに液体が冷めていたらきれいに溶けず分散できません。ゼラチンは60度以上で溶けます。なので混ぜ合わせる時の双方の温度に気をつけて、きれいに溶かし混ぜ合わせなければなりません。ゼラチンは扱いのポイントがたくさんあるので、目を離さず作業してくださいね。しっかりと固まるとこんなにきれいなゼリーのスイーツが完成。うわー、キラキラしていてきれい。ゼラチンのポイントをよく復習しておきます。